この話を触れるか触れまいか、すごい迷ってすげえ考えたんですけど、一応触れた方がいいのかなと思って、まあ、触れます。で、僕のコメント欄にいる、タタフリ坂下康介っていうステアガの人がいて、で、その人は多分土足ボーリングっていうタタフリをなんか真似た、本家のね、タタフリを真似た、アイコンなんですよね。要はタタフリ、本家タタフリのアンチの人で、まあ、その人は多分だけど、いろんなコミュニティコンテンツになんか変なことを書いてる人だと思うんですよね。まあ、それによって、まあ、本家のタタフリを困らせてやろうっていう意図だと思うんですよね。で、その人がまあ僕の方のコメント欄にも現れて、まあ、好き勝手やっていたんですよね。で、それに関して僕はまあ正直、そいつを見て、僕は何とも思わないんですよね。まあ、こういうバカがいるんだなぐらいで。で、本当になんかリスナーの人で、こいつを何とかしてくれって、まあ、その人に絡まれて、こいつを掃除してくれって、一回言われたことがあるんですよ。なんか、ゆうきさんって人かな。で、その人にそう言われたときは、そいつを消したんですよね。消しました。で、まあ終わったと思ったら、まあ違うまたアカウントとか作って入ってくるんですよね。で、何言いたいかっていうと、僕は、だから、それ系のなんか、裏垢作ってなんか変なことする人っていうのは、一定数いるもんだと思うし、なんかバカだなこいつとか、なんとも思わないんですよね。なんとも思わないし、まあ、ブロックしたところで、また新しいアカウントを作って入ってくるから、もうスルーするんですよね。でも、さっき言ったように、その人に絡まれた人が何とかしてくれとか言ったら、あ、じゃあとりあえずブロックするかとかします。でも結局なんか、その人が、タダフリ、土足ボーリングさんが、結構僕の方のコメント欄で、いろいろなんか、卑猥なこととか、やばいこととか書きまくっていたんだよね。で、まあ、僕はだから、そいつはそういうやつだから、みたいなふうに思って、まあ、消したところで、また新しいアカウント作ってくるし、いたちごっこだし、まあ、こんなやつ別になんとも思わない。まあ、もっと言うと、そういう感じのノリの人って、たくさん見てきたわけですよね。まあ、ネットの世界にはこういう人がいるんだなって思っていて。でも、やっぱその人、僕と同じ受け止め方を皆がするかって言ったら、そんなこともないわけで、真面目な人は、やっぱ、本当に向き合ってしまうし、傷つくとか、本当に、ダメージが大きいんですよね。で、まあ、自分のコメント欄であったことなんで、嫌な思いした人には、謝ります。すいませんでした。で、そのタダフリの裏垢、その土足ボーリングさんは、まあ、特に目的とかないんだよね。ただ暇だから、ああやって悪さ、バカやって暇つぶしして楽しんでるだけで、何にも得るものがないんだよね。ただ、波風を立たせて楽しんでるだけで、何も得るものがなくて、でも人にはめちゃくちゃ迷惑とか不快感を与えているわけで。でさ、このノリでさ、まあ、そいつに言うよ。やばいからね、やってること。例えば、その人がさ、俺のなりすましで手紙書いたのかとかも、まあ、一致してるかわかんないんだけどさ、手紙とか、なりすましで送ってもさ、消印で、どこのね、県から、送ったかとかもわかるだろうし、中にはさ、すごいお金に余裕があって、どうこうって、本気で対処してくる人とかいるから、その悪ふざけが、高くつくから、やめときなって思うよ、マジで。何も得しないじゃんって思うし、だから、それは、まあ、普通の大人ならばそう考えるんだけど、でもまあ、そういう人と、まあ、真面目に向き合ったところで、どうしようもない、でも、まあ、分かってるんですよね。で、ここばっかりは、本家のタダフリさんに、別に責任があるとは、まあ、言わないんですけど、その本家のタダフリさんも、やっぱその YouTube の使い方とか YouTube に対しての心構えを今一度ちょっと考え直す時が来てんのかなって、まあ、正直思うんですよね。やっぱ彼は
まあ、ざっくり言うと炎上商法で、あの、まあ、深夜っちょとか金杯とかニコ生のノリでやってますよね、 YouTube を。で、あのコメント欄で、あの悪口お願いしますって断言してるし、まあ借りたね、その借りてるアパートの浴槽でおしっこしたりとか、それをね動画にしたりとか、あの本当は花火を やってはいけない火器厳禁のところで、あの花火をしたりとか、まあ、それに対して謝罪もしないしね、あと過去になんか大麻をやっていた話とかもするし、要はあの数字のためにねインパクトの強いことを仕掛けるわけですよね。でそれに関してね、みんなその本家の忠振さんが変わってて珍しくて変なやつだからってことで、まあたくさんの人が見るわけだし、なんかみんなねそのブーイングしつつも楽しんでるって風潮なんですよね。でそれに関してあの、まあ、その人はだからまあナイス達也さんとかにはナイス達也さんのああいうスタイルがあるように、まあ、忠振さんには忠振さんのああいうスタイルがあるんでしょうけど、やっぱ長く続かないと思うんだよね、そのやり方っていうのは。うん、で彼もさ、忠振さんも最近就職したわけじゃん。でもうちょっといい加減なんか変わるタイミング機会はもう過去にも訪れてきたと思うし、あとね自分がアパート借りようと思ったらそのアンチの人にあの不動産会社にね通報されて借りれなかったとかあるわけじゃん。だからさ、もうああいうね悪口コメントを受け入れて数字が伸びて成り立つコンテンツとかからなんか、まあ、僕の気持ちとしたらもうそこからなんかワンランクツーランク上のところで YouTube 活動をしてほしいなって思うんですよね。だそのようなコンテンツだから、あのただ振り土足ボーリングとかただ振り裏垢でえぐいことを書くアンチが発生しやすいわけで、別にそのアンチが発生したことがあの絶対的にただ振りさん本家の責任せいではないとは思うんですけど、なんか今一度この YouTube 活動をその襟を垂らす時タイミングでもあるのかなって思いますし、まあこういうことが起きてるっていうのは、まあ、なんか考える時期とかであるのかなと思います。まあ、ちょっとそんぐらいしかなんか思いつかないんで、まあこれからはまああのいたちごっこかもしれないけど、あまりにもその変な過激なことを書く人がいたらまあブロックします。まあ僕はまあブロックしてもまた入ってくるからっつってまあほっといたんですけど、でもやっぱその対処はまあ前哨を務めるしかないって思ったんで、あのまあいたちごっこでまた入ってきての繰り返しかもしれないけど、そういう対処はさせていただきます。まあ自分はその忠振さんみたいにあの悪口とかアンチコメとかで成り立つコンテンツではないし、炎上商法でもないし、ニコ生のノリとかじゃないんで、うん、だからニコ生のノリをねその YouTube でやっちゃうってことが良くないんだろうけど、でもそればっかりは本人が決めたスタイルスタンスだから、まあ、僕はどうこうできるわけでもないんですよね。まあちょっとあんまりね自分の考えとかまとまんないんですけど、まあとりあえず今の気持ちをお伝えしました。